の様相ライブ中継、スマホ一つで地方競馬全国制覇、便利どこでも買える、お得ポイントたまる楽天競馬、投票楽天競馬。皆さんこんにちは。楽天競馬ポイン友達は娘ポームスの森永真彩と、同じくポームスの津田まりなと、ジャスフリアッチです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回は第25回マリンカップの予想をお届けしてまいります。マリナルさん、はい、今新 CM も流れましたが、そうなんですよ、はい、私たちポームスは今年度も楽天競馬で活動させていただきます。よろしくお願いいたします。しっかりこう楽天競馬、そして全国の地方競馬をね、うん、皆さんと一緒に盛り上げていきたいなと思っております。なんといってもこの投票オーンってこうね、投票するシーンが結構印象的な CM ですよね。そうですね。いや、あれ結構キャッチーですし、しかもあの時に実際に買った馬券が当たってるんですよね。そう、あの CM の時あれ実際に買ってるんですよ。あれ当たった馬券を CM で映してるっていうのは、なんかこう縁起の良さも感じません？ね、なんか撮影の時は、はい、撮影だしって言って実は100円しかね、そう買ってなかったんですけど、もうちょっと買っとけばよかったな、ポイントつくしって思いつつね確かにそうですね。皆さんの目にもたくさんお目にかかれるかと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、そして今回も LINE が届いております。新 CM 見ました。最後のクーの表情がナイスでした。今回は古谷さんの出演はないんですね。マリンカップ期待していますということです。お便りありがとうございます。ありがとうございます。あのクー、結構あのクー苦戦しましたよね。私一発だったんだよね、クー。あ、いや、音あの結構楽天のクーってどういう気持ちのクーなんだろうっていうのを声だけ実は CM って映像を先に撮ってもらって、はい、撮ってる時もクーって言ってるんですけど、ね、後でこう声は声で別でね当てて撮ってるんですけど、うん、その最初はクーって言うとかクーとかで完全に私たちクー迷子になり、そうなんですよ。で、最終的に一番いいものを使わせていただいたんですけれども、どんな感じだったっけ？クーだっけちょっと違うか私はなんかビール飲んだ後のクーが一番いいんじゃないかと思ってあの手にエアーでビール持って、はい、クーって言ったの覚えてます。そうですね、そのずっとこうやってた。結構滑稽な姿でしたけど、ね、滑稽って言わないでください持ってないのに。ただ古谷さんこれ出演ないって、はいね、書いてありましたけど、そうコメント来てますけど、はい、あるんです実は。そうこの投票オンの CM の、うん、投票する前の段階って後ろでこういろんなことがバチャバチャしてますよね。後ろで起きてるんですけど、はい、その時マーヤの部屋ではこう競馬の雑誌が飛んで、はい、私の部屋ではお父さん役の方が持ってた新聞がこうバサってなるんですけど、うんうん、その雑誌の表紙、そして新聞の中に古谷さんの記事が載ってるんですこれって思いっきりアップしたら見えるのかな。よく見たら古谷さん気づきました？わかんなかった。わかんなかった。ちなみにその雑誌の方はね、表紙に古谷 vs AI っていう書いてあったんですけど気づかなかった。いや、もう事前には聞いてたんですけど、はい、見ても全然わかんなかったですね。おかしいですね。おかしいな、うん、まあでもちゃんとそこをね結構こだわって作った CM では、新聞もそのために全部作って、はい、なんか皆さんにお披露目したいですよね、その新聞とかもね、せっかく作ったから。まあでも実はちょっと登場してますよっていうお知らせでした。スペシャルアドバイザーですからね。はい、古谷さんもよろしくお願いいたします。よろしくどうぞ。はい、これからも LINE へのお便りもお待ちしております。よろしくお願いいたします。嬉しいがたまる楽天競馬。さてマリンカップの予想に参りたいんですが、いよいよ4月のダートグレード第1弾となります。古谷さん、マリンカップとはどういったレースになるのでしょうか？中央との牝馬の交流重賞になる前は準重賞で行われてたんですけども、1997年からダートグレードとして3歳以上牝馬のマイル戦で実施され、まあ、ほぼ条件が変わることなく行われてきてます。冬場は1800メートルから2100メートルと、どちらかというと中距離から長距離のレースが続いてましたけれども、このマリンカップ、そして7月のスパーキングレディーカップ、このあたり、間に白鷺賞などもありますので、マイラーに近い馬たちですね、スプリンターからマイラーが活躍できる舞台に、この春からなるという状況ですね。はい、しかもこうマリンカップの2着までに入った地方馬には、今お話もありましたスパーキングレディーカップへの優先出走権も与えられるということで、そちらも注目したいなと思います。さあ、そしてコースなんですけれども、こちらです。はい。船橋1600メートルのコースとなります。古谷さん、こちらも解説の方お願いいたします。船橋競馬場はもう一番の特徴はスパイラルカーブということで、スピードを緩めることなくコーナーを回ることができますから、南関東4条の中でも同じ1600メートルで時計を比較したときに、一番速くなると、スピードが求められますよね。だからこそペースも割と流れますから、差し馬も十分に対等できる舞台設定にはなってるんですが、ただ JRA 勢にとっては、その JRA のオープンのペースに比べると比較的落ち着いた形にもなるので、またアートグレードってなると、前に行ける馬の方が断然有利ということは言えるかなと思います。またマリンカップは楽天スーパーポイント 10% ポイント還元レースとなっております。皆様こちらもエントリーお願いいたします。では今年の出走馬見てみましょう。こちらです。はい、ということで今年は連覇を狙うサルサディオネもそうなんですけれども、初ダートという馬もいますが、古谷さん、メンバーご覧になってみていかがでしょうか。ちょっとね、難関勢が2頭しかいないっていうのがね。本当のスプリンターは東京スプリントもあるし、あと牝馬にとっては白鷺賞が1400メートルなので、そこに向けてって考えたら、ちょっと微妙な位置づけなのかなという気もしますけども、ちょっと頭数は寂しいですよね。だから JRA 勢ともうサルサディオーネの戦いという、もう感じでいいんじゃないですかね。その中でその初ダートの2頭、芝のしかも重賞で活躍している馬たちが出てきますから、はい、普通は苦戦かなと思うんですけど、頭数が少ないってことは砂をかぶる可能性がだいぶ低くなってきましたよね。確かに、ね、だから長距離走ってるような感覚でそのレースにも挑める可能性が高くなりますから、初ダートでこういう恵まれた条件っていうのはその2頭にとっても良かったなという感じはありますけど。マリナルさんはいかがでしょうか、今年のメンバーは。はい、7頭と落ち着いた頭数ではあるんですけれども、そんな中でも結構精鋭が揃ったなというか、そうですね、結構面白いメンバーになったなと思います。サルサディオーネはもちろん昨年勝ってるわけですから強いのは分かっているけれども、はい、初ダートの馬たちどうなのかっていうこと、そしてマドラスチェックもいますからね。そうですね。このあたりも注目したいです。はい、ありがとうございます。ではここで一つお知らせです。マリンカップは楽天競馬で馬券を買うと 10% ポイント還元となっております。こちらエントリーの方をお願いいたします。では印を発表していただきましょう。まずは古谷さんからお願いします。レッドアネモスが本命。なるほど。そしてサルサディオネ、マドラスチェック、テオレーマ、フェアリーポルカの順ということですね。はい、ということで本命からお願いいたします。普通ならサルサディオーネ、もうこのメンバーなら短期逃げがもう完全に見込めますので、いけないときは脆いですけど、はい、楽に先手が取れたときは少々のハイペースでも押し切れるというタイプの馬ですから、しかも1番枠、サルサディオーネ中心でいいんじゃないでしょうかっていう感じなんですが。はい、あれ印と違うだから感じなんですが、はい、直前にグリーンチャンネルの「アタック地方競馬」という番組でレッドアネモス注目馬ですって言った手前ですね、レッドアネモス本命にせざるを得ないなという、そういうことですかサルサディオーネが逃げ切る可能性が高いんじゃないでしょうか。弱気でもその時はどうしてレターネモスを中心にというふうにお話しされたんですか？この馬ね、もともとちょっとさばきが硬い馬なんですよ。はい、ですからダートでいつかこう走ってくれないかなと思ってたんですが、はい、まあそのダートではないけども芝の中で時計のかかるいわゆる洋芝ですよね。はい、その札幌でクイーンステークスを鮮やかに差し切ったレース、やっぱあのインパクトが一番僕の中で強く残ってるんですよね。はい、ビクトアルピサの3区全然ダートも問題ないというか、はい、逆にビクトアルピサは、まあ、唯一のドバイワールドカップの勝ち馬、まあ、当時はオールウェザーでしたけども、うん、まあその点でもこのダート代わりで、まあ、実際その友道調教師もいつかダートを走ってみたかったというコメントも残しているように、もうこの待望のダートグレード挑戦ですよね。はい、その初ダートでいきなり中央の多頭数で力が拮抗している状況、しかも砂をもろかぶる可能性の高い舞台に比べれば、牝馬のダートグレードはまず飛び抜けた実績馬は出てこない。しかも年度代わりっていうのはその高齢馬が引退をする時期ですよね、繁殖入りすると。だからこの新年度になることで、がらりとこう勢力図が変わってくる状況じゃないですか。まあ、だからこそ芝から、うん、芝の重賞活躍馬が2頭出てくるわけだし、でしかも想像してた以上に頭数が少なくなったと。そうですね、こんな恵まれた条件ないでしょ、初ダートの馬にとって。確かに。でサルサディオーネが短期逃げが見込める、昨年も勝ってる、もともと中央で実績も残してきた馬だということで、まあ、人気断然じゃないですか。はい、コントレールが負ける時代ですよ。いや、それも衝撃でしたね。それは狙いたくなりますよね。もう一つの初ダートの馬はフェアリーポルカの方はいかがでしょうか？まあ、あの中山牝馬ステークスの非常にこう雨が降った馬場ですごい足で追い込んできたというかね、ロングスパートを効かせてたというフェアリーポルカももちろん魅力はあるんですけど、はい、まあそれ以上にやっぱりレッドアネモスの方がなんかこう札幌で走ってたと。まあ、昨年は僕は札幌で住んでるのに札幌の競馬場行けなかった身ですけども、やっぱり身近に感じる存在なわけですよ。はい、まあ距離的にはね。距離的にはね。距離的には近いですか。はい。まあだからレッドアネモスの方がどちらかというと魅力は感じたんですよね。だからもともとこの馬に関してはもうダートにいつか出てくれないかなって僕も思ってた馬なので。へえ、あ、そうなんですね。だから前さばきの硬さはパドックで見ればわかると思いますよ。あと古谷さん、1個、レッドアネモス3ヶ月ぶりですけど、休養明けは特に問題なさそうですか？アドマイヤ・ビルゴが大阪杯出たじゃないですか。はい、だからその時に、1周前追い切りの映像があったので、ちょうどそのアドマイヤ・ビルゴの外に合わせてたんですよ。うん、アドマイヤ・ビルゴより手応え良かったし、時計も上がり10点でしたけど12秒ぐらいでまとめてきてるんですよね。でしかもそこからまた次の週3頭合わせで、デゼルってめっちゃ調教動くのでデゼルには遅れましたけども、はい、まあ、アドマイヤ・ポラリスももう追走してるので最後追いつかなかったって感じですが、まあかなり長めからしっかりとやれてるという点では。まあ仕上がりは全然僕は心配してないですけどね。ただ大阪杯の時に友道厩舎3頭出ししてて、いずれもあれなんか今までの友道厩舎の調教パターンと違うなとは思ったんですよね。あ、へえ。いや、友道厩舎って1周前までしっかりとやって、直前は販路で軽めとか、コース追いの馬でも半マイルでそんなに時計を無理に出さないってケースが今まで多かったじゃないですか。まあ、ワグネリアンのダービーが顕著ですけど。はい、うん、前回、その先週か大阪杯の3頭はみんな1周前も最終追い切りもしっかりと追ってるんですよね。だからそれがどう結果に結びつくかなと思ったら、うん、って感じだったんでどう出ますかね。そうですね。まあでも、まあ、大阪杯は G1 という舞台でしたから、まあ、そこでまだこう結論づけるというのは難しいところもあるし、ただやっぱ牝馬で直前のその輸送もあることを考えたときに、まあ、しっかり3頭合わせで最終イギリもやってるっていうのはテンションとか気にしないでやれてるわけですから、そうですね、まあ心配しなくてもいいのかなという気はしてますけどね。まあ、そういうことで評価が下がるんだったら余計に馬券の狙いというのは立ちますし。確かにそうですね。そしてマドラスチェックはいかがでしょうか。まあ今までのその勢力図からずっとこう来てる、まあ、このメンバーでいうと数少ない馬ですよね。まあ、その難関のサルサディオーネと含めてって考えるとね、だからやっぱりテオレーマ、フェオリーポルカ、レッドアネモスっていうのはもう全くの未知じゃないですか、ダートグレードっていうことで考えると、はい、だからやっぱなかなかこうその進行勢力をずらっと印上位にっていうのは、難しいなと。だから1頭ぐらいはそういう馬に魅力を感じつつ、対抗黒三角はやっぱり過去にちゃんとコースを走ってる実績のある馬っていう考え方にしたんですけどね。はい、ありがとうございます。さあ続いてマリノさんお願いいたします。はい。私はこうなりました。本命サルサディオーネ、対抗マドラスチェック。黒三角フェアリーポルカで白三角がテオレーマ、この通り4頭挙げさせていただきました。でこのマリンカップのちょっと傾向を調べてきました。で2011年はレースなかったのでそれを除く過去10回なんですけど、所属別で見たら JRA の馬が7勝地方馬2勝なんですけれども、ここ2年2019年2020年と皆さんご存知の通り近2年は地方馬が連覇を果たしております。で JRA 勢が結構強そうにこの数字だけ見たら見えると思うんですけれども、実は1着から3着まで全部 JRA 馬のみで決まったのは過去10回中3回しかない。ってことは残りの7回は地方馬が来とるということなんですよね。でもう一つ同じ年の TCK 上杯に出走していた馬は過去10回で5勝している。めっちゃ相性ええやんというデータでございます。で以上のデータから、まあ、地方馬ちょっと狙いたいなと思ったんですけれども、まあ、この頭数でこのメンバー、そしたらまあサルサディオーネでしょうと。でサルサディオーネの成績ってこれまで見ていくと、全8勝全部左回りで右回りに出た時って、0007ですから、やっぱりこの船橋のマイルっていうのはもうベストじゃないかなと思いまして逃げ切りに期待しました。はい、で対抗はマドラスチェック強いでしょうと。っていうのと先ほどの TCK 上杯出走しているメンバーの中ではねマドラスチェックでしょうということで入れています。でフェアリーポルカはこの初ダートの2頭の中でこっちを取りました。でテオレーマここまでとします。レッドアネモスはちょっと、まあ、この人気しそうな2頭から行く分来ちゃいました。いいんじゃないですか。そうなんか1頭を切らないとっていうのでこうしました。はい、以上です。私はこんな感じにしました。本命は1番サルサディオーネ、そして対抗にフェアリーポルカ、黒三角にテオレーマ、白三角マドラスチェックという印にさせていただきました。マリナルさんも過去のデータのお話しされていたんですけれども、2011年が開催がなかったということで過去9年間でちょっと私は調べさせていただいたんですが、過去9年間で見ると2012年からだと1番人気が5勝、2着2回、4着以下2回ということで、まあ、結構人気の馬が来るなというイメージがあります。そして、まあ、サルサディオーネなんですけれども、まあ、昨年の勝ち馬、そして昨年このレース勝った後昨年末のクイーン賞も勝ったで今年もエンプレス杯で2着ということで、実際に好調できていますし、まあ、今回もメンバー見ていたら楽に逃げられるんじゃないかなということで、やはりこの馬を軸に考えたいなと思いました。連勝したら古谷さん、名勝バトラー以来ということになるんですかね。2008年、2009年でマリンカップを連勝しているメンショバトラ以来なのかな。なので、連覇というのも期待したいなと思います。そして対抗が私もフェアリーポルカの方を初ダートでは選ばせていただきました。今回初ダートなのでちょっと走ってみないとわからないというところはあるんですけれども、前走中山ヒーパーステークスも不良馬場で今回1秒差の3着ということで、渋った馬場でも苦にしていなかったですし、2走前も5馬相手に今晩5秒差の8着でしたから、こちらも期待しております。そして黒三角に3番テオレーマと白三角5番のドラスチェックなんですが、私もレターネモス入れてないので、古谷さんのお話を伺ってから、ちょっとレターネモス買い足したいなって今ちょっと思って。でもいいんです、誰か当たるんじゃないですか。確かに。買わなくていいんです。いやいや、そんなことないです。そんなことないんですけど、誰かは当たりそうな感じがしますがね。いや、買わなくていいんですよ。配当がつくから皆さん買わない。そっか、そっか。なるほどね。古谷さんだけが当たった方がいっぱい配当つけますからね。そう言われるほど買いたくなる。買おうかな。はい、こんな感じの印にさせていただきました。ではここで告知です。4月7日マリンカップ当日に YouTube ライブにニコニコ生放送で楽天競馬ライブを行います。今回は私たち楽天競馬チームと船橋競馬ゲストチームに桜花の奇跡から星野奈々さんともちももみさん、そして MC に古谷さんをお迎えしての馬券対決となります。マリンカップ当日は楽天競馬ライブで一緒に楽しみましょう。はい、ということでニコニコ生放送ありますので、そちらもぜひご覧いただけたらと思います。今回古谷さんは敵じゃなくなるんですね。ほっとしました。でも星野奈々さんはね、一貫競馬の幼いさんに頭を下げさせた人ですから。あ、そうだ。前回のライブの時に、はい、星野奈々ちゃんが現地からね、はい、中継でつないでくれて。うん、幼いさんに私この馬気になるんですけどって言ったら、幼いさんが結構ズバッと来たんそうそう言ったんだよね。そしたらその馬人気薄で来まして、幼いさんの推奨馬ももちろん来たんですけれども、幼いさんがズバッとした馬も来て、配当もね結構跳ねたんですよね。幼いさんが現地からすいませんでしたと。あの時の話も聞いてみたいね。そうですね。いや、もう幼いさんに聞いたら、いや謝るもんはちゃんと謝らなきゃって一貫競馬の偉い人ですからね。偉い人ですから。いや、だから強敵ですよ。確かにそうですね。確かに幼いさんを謝らせた。星野奈々ちゃん。でも期待ですよね。結構人気薄の馬を上げてくれてましたからね。はい、ぜひご覧いただけたらと思います。では回目をお願いいたします。古谷さんからお願いします。なんだかんだ言ってもね、結局サルサティオーネの一着っていうのを買うんですよ。買ってますね。買い目でなんか入れてきたな。買い目で折り合いつけ。ただレッドアネモスが、はい、新聞の印を見てると2着までに来れば相当サルサティオーネからでもつくかなという感じはするので、そうですね。確かに。ここは僕の印上でいけば絞らなくてもいいかなと思ってます。もちろん1からの6のない目とかもあるから、はい、が見る可能性のある買い目はあるけども、そこは基本的に多少なりともお金は戻ってきてほしいなという願望なので、はい、16っていうのを1、2着で厚めに買いたいところです。はい、わかりました。ありがとうございます。さあ続いてマリナルさんお願いします。はい、私はサルサディオーネの1、2着という馬券にしました。来るなら頭かなという気持ちはあったんですけど、前走のエンプレス杯みたいなこともあると思うんで、1、2着、3はない。ということで1、2着はこう返してサルサディオーネが1着か2着に来て相手印の馬たちを入れて合計12点買ってみたいと思います。はい、ありがとうございます。私は3連単二軸マルチにしました。サルサディオーネとフェアリーポルカを軸にして3番5番なので12通りですね。ちょっと安い配当も入っちゃうかもしれませんが、サルサディオーネがもし3着に来たら結構配当はつきそうだなと思いますので、こんな感じで買いたいと思います。またこちらの予想動画で発表している私たちポンドスのこちらの買い目というのは、はい、責任を持って買わせていただいておりますが、ニコニコ生放送では一緒にチームを組むので、当日馬体なども見ながら新たに馬券を買い足して買います。なのでこれは個人馬券、はい、ライブでの馬券はチーム馬券ということで、私たちいっぱい買います。そういうことですね。まあ、10% ポイントもそう、10% つくし、はい、ね、買った方がお得ですからね。はい、両方買います。そうですね。なので当日どういう馬券を2人で話し合って買うのかというのもぜひ注目していただけたらと思います。よろしくお願いいたします。結構チームになって当たることもありますもんね。ポンドスはチーム組むと結構強いんですよ。そう、まあまあ勝ってるよね。そうなんですよ。結構2人の力を合わせたら勝つっていうこともありますので、当日見ていただきたいなと思います。嬉しいがたまる楽天競馬。第25回マリーンカップは 10% ポイント還元レースとなっております。皆様エントリーを忘れないようお願いいたします。続いて、楽天競馬公式 LINE では番組に関するご意見やご感想を受け付けております。送ってくださったメッセージは番組で紹介させていただきます。皆様のメッセージお待ちしております。そして、4月7日マリーンカップ当日に YouTube ライブ、そしてニコニコ生放送で楽天競馬ライブを行います。今回は私たち楽天競馬チームと船橋競馬ゲストチームに桜花の奇跡から星野奈々さんともちももみさん、そして MC に古谷武彦さんをお迎えしての馬券対決となります。マリーンカップ当日は楽天競馬ライブで一緒に楽しみましょう。さて、楽天競馬ダートグレード競争予想討論会、次回の放送は4月14日水曜日に大井競馬場で行われる東京スプリントの予想をお届けしたいと思います。皆様ぜひこちらもご覧ください。よろしくお願いいたします。はい、そして結構エントリーお忘れになられる方もいらっしゃるかもしれませんので、楽天競馬のホームページからエントリーお願いいたします。いや、もう今年度のダートグレードもう始まりますね。ねえ、いや楽しみですよね。皆さん明けましておめでとうございます。今年度も頑張っていきましょうね。はい、改めてよろしくお願いいたします。では古谷さんお願いいたします。楽天競馬で全国制覇。いざマリーンカップへ投票。おー、できた。できた。ありがとうございました。どんな場所からでも投票はできる。どんな瞬間でも投票はできる。その向こうに頑張っている誰かがいる。この投票の先に広がる世界、たくさんのみんな、この投票が頑張る誰かとつながっている。熱いどこかとつながっている。届け、私のこの一票。つながれ地方競馬。いつもどんな時にもみんなの熱くなれる環境づくりを考えていく楽天競馬。